はい、どうも皆さんお疲れ様です。プレイステーションクラシック R4 リッチレーサータイプ4前回からの続きですね。ディグレーシングチームでのレースとなっております。まあ、最上級便器を目指して走ってはいるものの、果たしてどうなのかっていうところなんですけども、よかったですね。最上級分岐ですね。マックススピードがプラス30なんで、この最上級分岐の、レースですね。オフィサーというマシンですね。さあ、まあ、ディグレーシングチームの特徴としては、性能が上がると、いい走りができるんで。はい。なるほどね。もう操縦性はかなり犠牲にしてが、スピードだけは出る車や。いや、操縦性を意識しないと勝てないでしょうよ。厳しいチームだったら。もうバランスがね、このチームのセッティングはね、良くないんですよ。本当に頼めますよ。さあ、ただ二次予選、こっからですね、このエッジオブジアース、アウトオブブルー、かなりね、テクニカルなサーキットが続くんで、まあちょっとしっかり頑張りたいですね。まあ、勝手知ったるサーキットではあるんで、2つとも、まあしっかり今までの技術を総結集していきたいな。特にディグレーシングチームのマシンに関してはピーキーだから、ほんとピーキーなのよ。ピーキーっていう言葉以外見つからないんですけど、さあ頑張ろう。全開できるかな。怖いな、すごい曲がるな、グニャンって曲がるな、なんか嫌だな、痛いよ。ちょっとどいて。勝手は知ってるサーキットだから頑張ろう。さあ、なかなかね、皆さんね、こう真剣な走りを見せることはないと思うんですけど、このチームの場合はですね、申し訳ないんですけども、口数が減ります。本当に減ります。まあね、真剣に走んないと、あのね、勝てないんで、ゲーム配信をしている身としてはそれはどうなのよと言われるかもしれませんが、勝利が絶対なので、僕は勝利を目指して走っていきます。コース自体もね、そんなに長いサーキットじゃないんで、3つ4つ引っかかるとちょっと怪しいんですよね、上位進出が。ちょっと頑張っていきたいなっていうのと、あと最上級分岐としては、タイムですね、総合タイムも結構関わってくるので、なるべくラップタイムを刻みながら、上位進出を目指していこうかな。まあ一個一個のコーナーでミスが許されないというプレッシャーがこのチームの場合はあるので、あとは敵車のブロックですかね。まあ、難易度エキスパートになってくると、まあ、如実に仕掛けてくるんで、まあ、なるべくならキゲルにオーバーテイクしてって感じですね。ただね、一番最初のマシンに比べてだいぶね、ドライビングがしやすいですね、このマシンは。結構あのハンドリングが軽くなった印象なので、こういったテクニカルな、まあ、ワンダーヒルの場合はね、テクニカルっていうかね、こうライン取りがすごい通れるサーキットなんで、ライン取り次第でタイムが出る出ないっていうコーナーがいっぱいあるんで、頑張っていきたいですね。ちょっとトップに追いつけるかな。今2番手なんですけど、これだけのタイム出してちょっと追いつけないっていうんじゃちょっと考えもんですね。これまた最終コーナー差し切る形になるんじゃないの、これ。このコーナーで前出たいぞ。やめろ、後ろにいろ。さあ、問題はこの最終コーナー。意外とね、最終コーナーはね、ハンドル切るタイムが重要です。なんでかっていうとね、出口がね、アウト側が狭いんですよ。これブレイタスナイトもそうなんですけど。よし、いいね。さあ、問題はアウトオブブルーだぞ。めちゃめちゃテクニカルだからな、アウトオブブルーは。
本当ですか。わかりました。だんだんね、このオーナーさんがね、頼もしくなってくるんですよね。さあ、舞台はアウト・オブ・ブルー。まあ、R4 シリーズの中では個人的には、1番は、アウト・オブ・ブルー。2番、グレイタス・ナイト。3番、ワンダー・ヘルですね。アウト・オブ・ブルーは本当に好きですね、レイアウト的に。さあ、得意なサーキットではありますが、この車をどう操るか。特に後半セクターですね、上りの S 字のところでタイムを失う可能性があるので、まあちょっとオーバーテイクも難しいサーキットなんでね、ちょっとこの辺りどうなるかな。まあ、多少のね、ああいう壁に接触するのは多分大丈夫だと思うんですけど、他のマシンで詰まるっていうのは結構危ういんで、頑張っていきましょう。このコーナーどうかな、全開できるか。曲がってくれ、よし。祈りながら祈りながらハンドル切るってもなかなかやんないからな。ライン取りがむずい。今のはまぐれのライン取りだぞ。いや、兄さんまぐれのライン取りがありましたね。さあ、序盤でかなりラップタイムは稼げてるんで、ちょっと集中していきましょう。同じ走りができるかどうかって言われたらちょっと自信がないんで、頑張りましょう。アウト・オブ・ブルーの、まあ、コースの攻略としては、タイトなコーナーが多いんで、特にこの後とかもそうなんですけど、思ってるよりも早くドリフトする。今ちょっとね、前ぶつけちゃいましたけど、あれぐらいね、果敢にこう、あれですね、しっかりハンドルを頑張って切るっていうのが大事ですね。あとこの後半の S 字とこの、コーナー、ここはね結構まあアウトから目いっぱい使えば、危ない、壁にぶつかって失速するよりはドリフトでスピードは維持した方がまだタイマー出るからな。まあラップタイム的には11秒内なんて悪くないですね。あと後半、まあ、ミスがなくオーバーテイク仕掛けられればいいかな。今のはいいコーナリングでしたよ。いや、これ早めに前に出た方がね有利なんで、もう次のコーナー仕掛けます。いいね。あとは後半のこのコーナー S 字、特にこの S 字、あとはブロックすればいいだけなんで。しょうがない、車の性能があるから。やばい、ミスってしまいました。プレッシャーに負けたな今。お恥ずかしながらプレッシャーに負けました。いくつかよ、よし、いいよ、守りきった。いや大変でした。いやちょっとミスありましたけど、なんとかね。あー緊張した。まぐれすぎてね、最初のオープニングラップが良かったですね。はい、宣伝のため話題になる。あ、オーナー、はい。俺、クビですか？はい。
はい。というわけで皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。いよいよ次は決勝ラウンドですね。非常に楽しみなんですけども、最上級分岐になったかどうか、そして決勝トーナメント頑張っていきたいなと思います。というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。お疲れ様です。